メガテリウムは、新生代、新大未期、前期、先進予第四期、後進予頃、南アメリカ大陸に生息していた巨大なナマケモノの、近縁属である。和名は、大物受け物、または、大ナマケモノ。メガテリウム復元創造土女性のナマケモノとしては、最大級であり、成長すると、全長6から8メートル、体重3トンにもなった。 この巨体、特に過大な体重のため木に登ることはせず、厳正する怠け者と異なり、地上性であった。四子に長い鍵爪があり、尾は太く長い。二本足で立ち上がって巨木の枝を鍵爪のついた強い前足で引き寄せ、長い舌で葉をしごいて食べていたと考えられる。草原に出て鍵爪で土を掘って根茎を食べていた可能性もある。細長い噴部には、 門史はなく、貧弱な薄葉がわずかに残るだけであった。しかし抗菌は強力であり、この葉で早く恩恵をすりつぶしていた。彼らが好んで食べたのは、かつての生息域に多く見られる毛焼きに似た山ごぼう家の植物の一種であった。頭骨、鍵詰め来たアメリカ大陸にも、同家でほぼ同じ大きさのエレモテリウムがいた。 共に絶滅した種であり現存しないが、アメリカに進出した人類と遭遇し、狩猟の対象になっていた。先進余末に南北アメリカがパナマ地峡でつながり、ジャガーの祖先やケンシトラノスミロドンなどの仲間がアメリカ大陸間大交差で南アメリカに進出し、メガテリウムの幼獣も捕食したが、なお繁栄を続け、後進余末に絶滅した。 絶滅の原因はこの頃南北アメリカに広がった人類による部分が大きいとされるがはっきりしていない。ありがとうございます。